はい、どうも皆さんこんばんは、しょぼね。さ、3本の苗木を探すんだけど、1本目はね、あの魔王のルートでも見つけたことある、なんかどこだっけ、あのクジラに乗ってどっか行った時のあれなんだよね。まあ、ひたすら探すわ、クジラに乗って。あ、あんじゃん。あれでもここ、あれここだっけ、なんかマップ違かった気がするんだけど。まあいいや、じゃあ2個目かな。あれもうなんか覚えてねえよ、結構前のことだからさ。もしかしたら全部クジラに乗っていける場所にあんのかもしんないね。やっぱ来たことねえよ、こんな青いキラーパンサーと出会ったことねえし。これ名前なんて言うんだろう、これ目怖っ、子供あんな可愛いのに。お、天下無双使ってみよっか、シャドウベビー。これはどうなんだろう、武器が弱えのか。シャドウパンサー、え、灼熱弾、なにこれ、え、なんかいっぱい技増えてる、なにこれ。もしかしてさ、前回のさ、なんだっけ、なんか長老がやってくれたじゃん、え、それで覚えたの。なんか覇王山以外にもなんかいろんな技覚えてんだけど、いろんな属性の技覚えてる、しかも全部敵全体じゃん。え、何そのサービス、ここでシャドウパンサーだからちょっと光効きそう、閃光山やる。びっくりなんだけど、じゃあ他にもなんか誰か覚えてる、なんか特技でさ。おっちゃんグランドクロスだけか。あー、びっくりしたわ、 あんなのスキルパネルで取ったっけと思った。てかこいつらHP 結構高えな。あ、メラガイアもやりたいね。消費 MP51 だけど。うーわ、めっちゃ強え。ベロニカ、復活した甲斐あったな。復活した甲斐があったってなんか、すげえ不謹慎な言い方したけど、これ4000ぐらいもらえるんじゃないか。あ、やっぱり、なんか結構 HP 高いもんね。夜の帳。早い、ちっちゃいの早い、危ねえな。これ、記憶見るやつでしょ？ニズゼルファについてのさ。なんか、ニズゼルファ、適正レベル70なんだって、ツイッターでリップもらってさ、え？と思ったわ。あ、またこれか。勇者の剣打ってるやつだね。え、これさ一緒やん、これ一緒やん。あれ、なんか違った？ケトスが映ってたのは違ったか。いや、どこここ、なんかめっちゃ白い空間投げ飛ばされたけど。あ、このくだりやったもんね、魔王ルートでも。あ、ここはないけど最後の鍵で開く扉がある。しかもそのためだけにあるようなマップじゃん、これ。これはレア。もうビンビンに吉田センサー反応してるわ、これ。あれ？ここ来たことあるね。これ、なんか、うわ、ここドラゴンの島じゃんみたいなこと言った気がするんだけど、でもなんか敵が前と違うぞ。なんか、敵がなんかものすごくムキムキになって、なんかレベルアップしてんだけど。来たよ、これだよ、これ。初めての、最後の鍵。他にもどっかにあったけど、もう覚えてない。灼熱の武具。はあ。まあ、そこそこ強いんちゃう？カイザードラゴン。おい、こいつ弾持ってる。これ、ちょっとグレイグ捨て身やってみたいな、捨て身。攻撃力が2段階上がって守備力が1段階下がる。あ、1段階なんだ。じゃあ結構強くない？
てかこのここら辺いるのかな、あんまよく使いどころか分かんねえわ。弱点の敵の弱点とか見れないからさ。これでローンにルカにかけてみて、グレイグの攻撃力がどれくらいかちょっと見てみたいわ。せっかく覚えた技だからね。全身全霊切るのが強かったら悲しいんだよね。ベロニカどうしよう。バイキルと主人公にやっとくか。狙いや MP52 は強いね。連発は何それ、呪文攻撃を受け付けなくなった。ああ、いいじゃん。ちょこいつ強くねこいつ。あ、待って、ちょっと待って、なんか見たいな。まあいっか。あ、これ見たい。これ前回覚えた連携だもんね。天下無双かなんかの。ちょっとこれ使うわ。これ倒さないで。ちょっとグレイグの攻撃見たいからさ。いや、あれ当たってたの。さあ、ルカニーとバイキルとかかかった。待って、うわ、輝く息初めてじゃん。来たね。これが灼熱の息の氷バージョンだね。え、グレイグねんなよ。グレイグ危ねえな。よし、これで攻撃力2段階上がった状態でのルカニーの状態からの天下無双。718、全身全霊切りも同じぐらい多分ダメージしてるよな。そんな強くねえのか。ようわからんな。あれ、ここにいたってはもうなんもないんだけど。え、なんか一匹だけ敵がいる。なにこれ、これちょ重要ってこと、レアモンスター的な。だって一匹しかいないんだよ。セルゲイナス、ちょ2匹に増えるのやめろお前。なんかレア感なくなったわ。急にお前レア感なくなったわ。あー、水が効きそうな見た目してっかなー多分。よくわからんこれ。でも覇王山より MP 消費が少ないっていうのはちょっとありがたいかな。これは普通にマヒャドやるか。やっぱなんか水っていうか氷。あ、なあ、お前もマフィタやるんかい。絶対効果抜群じゃないやん。あ、グレイグがミラーアーマー来てるから弾いたね。ローは、いや、これグランドクロスやっていいんじゃない。やばい、ここでやんの。あ、倒せない、マジ。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあグレイグのこれ、もうフリーズブレード覚えてるから。グレイグ、今のグレイグはね、オノムソウの代わりを覚えてるからね。オッケー。え、なんでこいつらしかいないのこれ。なんか落とすとか。何本落とさねえじゃん。宝、あー、なんかあるあー、宝箱あるわ。宝箱ゾーンだ。え、なんかキー邪魔なんだけど。あー、そういうことね。虹色の布切れ、え、これだけ。これ相当お前これレア素材なんだろうな。これだけだ。あとなんか落とし物ある。おー、なんか復活してる。なんで。お前ドヤ顔で復活するのやめろよ。あれ、ここもなんもない。なんなのこれ。宝箱ゾーンかな、また。うわー、これあれじゃん、あのカジノのやつやん。こいつの島だ。この巨龍樹の枝とか、これ何これ。うわー、追いかけてきてる音がする。怖いんだけど。宝箱ない、宝箱ねえな。うわ、多いし。多いわお前ら。これはどうしよう。覇王山のダメージは300くらい食らうよね。あー、もうそんなか。これやばくない。あー、でもなんかもう HP、 あ、相手 HP 低いな。これで終わんじゃねえか。ちょ、1個、あー、1個ぐらいスロット見たかったけど、まあもうええや。もうなんかザラキーマみたいなやつやられてもなんかやばいし。あー、ここも違うけど最後の鍵あるわ。うーわ、気持ち悪い。なんだよこれ。しかもマドアンド族にいたってはこいつらあれなんだ。なんか目とかが緑くなるんだけど、目がないから普通に腕がそのまま
仲間を呼ぶな。弱っ弱っ、いやめっちゃ呼びやん。これ経験値やばい系男子だこれ。経験、いや呼びすぎだろお前。あもうダメ、呼びすぎて助け来ないんだもん。やっぱ弱えな。これは、しかも HP みんな瀕死なんだけど、マキャドでいいわ。いや、気持ちいいね。え？しかもなんか呼ばれた仲間も即死したんだけど、弱くね？経験値めちゃくちゃ高いし、やば。いいレベル上げになんかいけそうだな、ここ弱いし。特約層とかちょっとゴミ落としていくな。おーっと、あるじゃん。メテオエッジ、これはブーメランだね。残念ながらブーメランはいいです。さ、時の水晶はあ装備かレシピを期待してんだけど、時の水晶はなんだろう、最強装備作るのに必要とかそういう感じ。伊達に最後の鍵とか使わんでしょ。待って、つうかさ、なんかびっくりマークついてるところあるんだけど、マップに。そこ行けばないあんじゃねえの。あ、ほら、ドゥルダー教だ。ふざけんなよ、ケトスで回ってた俺の気持ち考えて。いやまあ、あの最後の鍵で開ける場所あったから別にいいけどさ。あ、これか。え、めっちゃ近くにあるやん。びっくりした。なんかあのイベントあるかと思って、ここで久しぶりに来たからさ。こんなとこに入ってたんだね、気づかんかったな。角生えてない。ケトスをパワーアップするってことか。やっぱりなんか立派な姿になってたよね。なんか立派なものが頭から生えてたもんね。あーほら、やっぱマップに乗ってるわ。あ、これ地上と空ってこれ変えられるんだこれ。あ、じゃああと1個が俺があの魔王ルートの時にたまたま寄ったあれだ。あ、ここにも最後の鍵あんじゃん。ここは来たことねえよな。なんか似たようなマップでなんか分かんなくなんだよな。ん？これベロニカのメラガイアートの技だね。これ試してみたいな。炎の舞結構強いんじゃない？うん、頼む。なんか装備かレシピがいいな。アイテムもいいけどさ。いやー違うさ、ラストいくぜ。鎧来てるね。結局情報得られなかったもんね。これが3つ目ってことは全部だから、これで。預言者かな？なんかおばさん感すごいよね。これ言っちゃ悪いけどさ。あ、戻る、ついに。
きたなこれ。おお、めっちゃ美人じゃん。似てるなやっぱり。どういうこと？気になっちゃったよ。これで見れるんだ。あ、二人はセーニャの生まれ変わりって、セーニャじゃねえわ、セニカだっけ、生まれ変わりだからこれで記憶見れることができ見るわ。うわ、かっこいい。やっぱりほら、ウラノス・ウルノーガ説じゃない、やっぱり。え、でも全然似てないな。ピアスしてたっけあいつ。これで変わるとか。変わってねえわ変わってねえわ。じゃあ先代の勇者は普通に裏切られて殺されたんだ。別にウルノーガではなかったな。ね、これが最後の勇者の最後なんで、なんかね、あっけないというか、悲しいっつうか、なんかあっけないよな。あ、この木強いわ。やっぱ2人分だから2回見れる的なあれな。もう続けてくれよ俺がこの押すあれいらねえだろこれ。
あ、長老じゃん。ほら、天空族の天空族、天空の民か。あー、それで封印したんだ。てか美人だな。へえ、天空のための力も借りて封印したんだね。あー、ほんとだ。この周りにあった紋章っつうか、なんかあれ封印するためのあれだったんだね。あ、これで大樹の中にあったんだ。あ、そういえばなんだっけ、俺が前回さ、黒い触手野郎、ニズゼルファの本体みたいなやつがウルノーガに滅ぼされたから、ウラノスウルノーガ説みたいなの言ってたじゃん、俺。なんか、あれは魔王ルートで、魔王が肉体破壊したじゃん、勇者の星破壊したじゃん。なんかあのことらしいね。なんかかつてとか言ってたからさ、古い話なのかなと思ったら結構最近の話だったっていうね。じゃ、ウラノスどこ行ったんだって話だよな。まだどっかで息を潜めてるってこと？あれ、なんかこれ勇者の剣じゃないぞ、これなんだこれ。ああ、セニカもローシュを復活させように行こうとしたんだか行ったんだかってこと？うわ、壊せなかったんだ。あの時の守り人は出てこないの？え、これ死んじゃったの？これ。かわいい。あ、めっちゃ来たし。ことだってばよ。セニカ様が時の守り人になっちゃったんだけど。え？ウラノスは？ウラノスどこ行った？あれ、セニカの記憶はあるの？あれ。え？ウラノスとかそういうことはないよね。てかこれ本当の姿じゃないんだ。
の巣じゃん、やっぱり。どういうこと？え？いやもう話についていけない、俺もう頭パンパンだ、俺もう。自分の意思ではなかったってこと？え？いやもうついていけん。どういうこと？売るのか死んだやん。どういうこと？なんかよくわからんが、俺の立てた仮説は全然違かったけど、結果的にユラノスマジで売る脳がだったっていうね。例えばウルノーガの杖ってこんな感じだったっけ？なんか知らんが結果的にウルノーガだったっていうね。クロスマダンテ、今回じゃマダンテはないのか。クロスマダンテって技があるのか。はい、というわけで今回はここまでかな。次回はちょっとキャンプでセーブしてるんで、キャンプで家事ちょっとやってみようかな。多分何かしら作れんじゃねえかな、あんだけレシピゲットしたらさ。いや今回はなんかすごかったね。いろんな謎がこう解けるような回だった。びっくりした。てかなんかウラノスに光の心が残ってて、なんか分身してたみたいな謎の二流漫画の設定みたいなの入ってきたね。さらば。